メイクします。すいません、ミュートでした。ちょっといろんなハプニングがありましてね、昨日寝るのちょっと遅くなっちゃって、そうなんですよ。ちょっとね、リバースで、すいません、アラームが鳴ってます。リバースで送ったんで、起きてすぐこの美女、違うよ、起きてすぐこの美女だよ、起きたらこんな美女、こんな美女、まあ、現場に来ることだけが正義じゃないっていうのを伝えておくよ、そりゃ。でもやっぱりこう来てくださるのは嬉しいっていうのも伝えておくね。いや、わかる。そのなんていうんだろう、私ももともと一オタクだった時に全然その富山だったから現場に行けなかったっていうのはあったから、そう、すごく悔しい気持ちはわかる。
けどメンバーとしては、まあ、来てくれるのは嬉しいけど来ることだけが全部正義ではないから、そう、なんとも言えないけど、難しいよね。確かに私の浴衣は8月24、25の握手会で見れるので、ぜひ。ぜひ。マレーシア行きたい、待ってる。待ってるよ。素敵なピョンズさんたちのおかげで可愛いハルピョンの写真たくさん見れた。いいね、ありがとうみんな、いっぱい撮ってくださって、まあ、多分すごい、あの今から圧かけていいですか。取って出しだけじゃないので、はい、これから先きっとみんなが日本に帰ったら まだいっぱいある写真載っけてくれると思うので楽しみに待ってよね。うちも楽しみ、みんながどんな写真撮ってくれたのか見るの。昨日はね、KLP のメンバーと会いました。
そう、3人それぞれとお話しする時間もあって、軽くね、話して、おはよう。もうやばい、時間ない。昨日ね、なんかお買い物したんですけど、軽くお買い物の、お買い物するあれがあって、したら、あ、めっちゃ可愛い T シャツとかパンツとか見つけて買いました。なんかマレーシアにいたらか、その感覚、値段の感覚がバグりますね。危ない、気をつけます。
す時間もあるんで、メイクはね、本番までも結構時間あったりするし、なんとなくで。こんにちは。もうこんだけしかない、眉毛描くやつ。まあ一回にそんな大量に使うわけではないからいいんだけどさ、こんだけしかない。レモネードマジで美味しいですあれ。うん。あれの美味しさは知ってる。マジうま。しかも安いの。90円。なんかマレーシアは高いものは高いけど安いものは安い。日本円とかに換算したら、え、これこの値段なんみたいなのとかよくある。
つげを作っています。すいません、昨日の話、昨日すごく盛り上がりましたね。今日髪型迷ってるんだけど、なんかマレーシアはずっと高めツインで行こうかなっていう気持ちがあって、ずっと基本的には高めツインしてるんだが、今何時？10分。あと10時間ぐらい考えます。今日のライブまでそんぐらい時間あるんで。でも3回髪型変えられたよね。めっちゃ嬉しかった。3回変えた？ 2 回変えた？ 3 種類の髪型ができた。よし、あとは直しの時に直します。ちょっとアイロン、さすがに前髪これやだ、前髪だけちゃんとしよう。時間マジでないけど、本当に時間ないけど、つけてる間に化粧ポーチとか片付けて、今日の浴衣どうでしょう。で、
これ何の袋だろうって思って、とりあえず箱入れとこうって、あの洗顔とかの袋かなと思って、とりあえずそのそこら辺と同じ類のところに入れとこうと思って、入れたこの袋、充電器の袋出した、気づいてよかった。生まれ出してよかった。前髪だけアイロンね、とりあえず。こんにちは、はじめまして。そうね、プライベートな時間、もう一人の時間がほぼない。もうこのホテル帰ってきてからぐらい。でも帰ってくるのも遅くてさ、もう12時とか、そう日本時間で言うとね、12時とか過ぎてるわけ。ってなったらもうお風呂入って、あ、その昨日の夜の過ごし方は、ご飯終わってからご飯食べる時間あんまなくて、そう今日はあるみたいなんだけど、KLP のメンバーとかと会ってたりとかしたから、昨日は終わった後、そうご飯食べて、昨日の夜の私のホテルの過ごし方、ご飯食べて、でこう買ったもの、お洋服とか買ったものをキャリーの中に詰めて、詰め詰めして、その時間でもう結構だったのよ。でそれ終わったぐらいに日向からドライヤーどこにありますかって連絡来て、で私もお風呂入るわって言ってお風呂入って、でそしたら佐保さんから連絡来て、あれがあって、あの事件があってって感じだから、もうバタ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 劇、本当にずっとバタバタしてます。ということで、ちょっと時間ないのでランキングいきます。今はランキング読めるよ。今日は1位鉄道ね、一さん、2位サプライズレバーさん、3位ネバーストップさん、4位長月さん、5位ユタパパさん、6位コロパックルさん、7位朝日さん、8位ペペモンさん、9位モスコールさん、10位ツッチーさん、11位トメイキさん、12位高間川さん、13位ピタッチャさん、ありがとう。ということで皆さんありがとうございました。今日の夜は多分配信はできないと思います。そんな感じなのよ本当に。なのでまた配信できるタイミングがあったらするんで、よろしくお願いします。ということで、それではありがとうございました。また行ってきます、マレーシア。またね。バイバイ、ありがとう。またね。